の YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェア、よろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップも開始しましたのでぜひ応援お願いいたします。動画の画面の下にあるサンクスボタンからも応援よろしくお願いします。Twitter も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ちょっと、聞いてくれよ、霊夢。どうしたのよ、マリサ？やたら爽やかな笑顔だけど何か良いことでもあったの？ああ、実は今日の星座占いで1位だったんだ。それは良かったね。最も良いことが起こることを保証するものではないから、信じすぎるのもどうかと思うわよ。ふふ、何を言う、今日は超大盛り地獄カツ丼との戦いに決着を。つける絶好の好機。長年の因縁に終止符が打てるはずだぜ。そう言って、この前もチャレンジに失敗して経済的大損害を、かぶってたよね。あ、そういえばそうだった。うん、星占いでダメとなると、もはや的中率の高い予言者に、頼るしかなさそうだな。予言者ってどんだけ、地獄カツ丼制覇したいのよ。ところで、予言者といえば江原博之氏のことは知っているかしら？確か、幸運を引き寄せるスピリチュアルブックという本の、著者の人だったよな。ロングセラーになった本を書いた作家さんにして、日本で活動するスピリチュアリストでもあるわ。ふーん、それで江原博之氏がどうかしたのか？実はね、江原博之氏は霊能者で、予知能力があるのよ。そして、2023年に終わりのような危機が迫っていると言っているの。なんだって？しかし、やはり、予言はどこまで行っても予言。どうあがいても都市伝説の範疇だよな。いや、待てよ、でもベストセラーになるくらいの本を、書く人だし、もしかしてすごい的中率を誇る予言者なのか？よく当たるという話もあるみたいよ。しかも江原博之氏と同じ予言をしている人が他にも、2名いるのよね。なるほど、つまり、そんなに同じ予言が出てくるということは、2023年に、その予言が的中する確率が可能性は十分にあるということだな。予言が必ず当たるとは断言はできないけど、絶対に外れるとも言えないしね。そして、この予言が的中してしまった場合、2023年に多くの日本人が亡くなるという悲劇が訪れることになるわ。なんてことだ、まさか日本に訪れるものだったとは。そう、だからこそ、この予言のことを知っておいてほしいのよ。確かに多くの人が亡くなるような内容は知らないとやばそうだぜ。知ることで対処できることもあるかもしれないからね。よし、早速教えくれよな、霊夢。了解したわ。ということで今回は江原博之氏の2023年の予言について、話していくよ。ゆっくりしていってね。ところで江原博之氏って、どんな人物なんだ？もしかして、あまり知らなかったりするのかな？ああ、焼肉のタレの CM のことしか知らないぜ。エバラ焼肉のタレは全然、関係ないよ。どうやら江原博之氏のことを全く知らないようだから、江原博之氏のことを少し、紹介していくわね。よろしく頼むぜ。それで、江原博之氏なんだけど1964年12月22日生まれで、東京都出身の日本で活動するスピリチュアリストにして、オペラ歌手、さらに作家までしているという多彩な予言者なの。本当に多彩だな。ちなみにその経歴だけど1989年にイギリスで学んだ、スピリチュアリズムのノウハウを取り入れ、カウンセリングを開始、さらに2001年に幸運を引き寄せるスピリチュアルブックを刊行、大ヒットして、ロングセラーになったの。ふむふむ、しかし、ここまで聞いた限りでは全く予言の要素が、ないように思えるぜ。そうでは、こんな話はどうかしら？江原博之氏は幼い頃、父親が血だらけになっている姿が見えたそうで、その日、父親に外出しないでほしいと止めたそうよ。でも、子供の言うことだから信じてもらえず結局、父親は、外出してしまったの。そして、江原博之氏の予言通り、その後、父親は怪我をし、血だらけになって、帰ってきたのよ。小さい時から予言を的中させているのか？正直、驚いたぜ。でしょ？それで江原博之氏が、この道に入ったきっかけは18歳頃に、昼夜を問わず霊に苦しめられるようになり、その悩みを解決するために、様々な霊能力者の元を巡ったの。そして、最終的に日本心霊科学協会講師の寺坂妙子氏に出会ったそうよ。こうして、
1989年にスピリチュアリズム研究所を立ち上げ、江原博之氏は、スピリチュアルカウンセリングを始めたの。なるほどな、そういう経緯か。ところで今までに、どんな予言をしているんだ？まあ、そうねえ。まずは2011年に発生した東日本大震災のことかしら。これについては、2010年に、講演会などで、2011年は上がり下がりの激しい年だけに不動心が大事、地震に注意が必要、などと予言をし見事に的中させているわ。また、2020年が破綻と崩壊の年になると予言し、新型コロナウイルス、感染症が爆発的に感染拡大。その結果、破綻と崩壊の年を迎えているわね。霊能力者でありながら予言者なのに見事な的中率だぜ。それでは、そろそろ江原博之氏の予言のことを、話していきましょうか。ついに2023年の予言の話をするんだな。ええ、そうなるわね。では、その前に江原博之氏に私と超大盛り地獄カツ丼との対決が、どうなるのかを聞いてもらえないだろうか？そんなくだらないこと聞けるわけないでしょう。さて、納得してもらえたようだから、早速話していくわね。ちなみに、江原博之氏の2023年の予言にキーワードというものがあるのよ。そのキーワードというのが、終焉のワルツというものね。なんなんだよ、そのおしゃれなキーワードは？なんか中二的な響きがあるんだが？考えが大甘よ、マリサ。確かに、言葉としてかっこいい響きはあるけど実際は、そんな甘いものじゃ、ないのよ。なら、そのキーワードには一体、どんな意味があるって言うんだ？このキーワードの意味はね、終わりのような危機が迫っているのに、のんきにワルツを踊っている人たちのことを表しているの。これは周囲で起こっていることに対して、自分自身には直接関係ないと、見て見ぬふりをする人や、自分で考えず言われるがままに流されていく人が、多いがゆえにこのキーワードになったそうよ。つまり、これは最悪な状況が訪れたとしても大半の人が誰か任せにし、自分では行動しない。そんな人々のあり方に対する危機感を感じたがゆえに、示されたキーワードってことね。ふむふむ、ということは、その予言というのは本当に、やばい内容なんだな。ええ、その通りよ。ちなみに、江原博之氏が予言で示している内容だけど、このまま行くと、食糧難やエネルギー問題、そして、戦争などの発生により、日本がなくなってしまうと言っているの。ちょっと待ってくれ。まさか、そこまで大事だとは思わなかったぜ。ちなみに、この日本に訪れる危機的な状況に関する予言だけど、あのインドの天才予言者アナンド君も、今後10年以内に第二次世界大戦が、始まる確率が高いことや、日本で多くの人が亡くなることなど、江原博之氏と同じように、日本がとんでもない危機に見舞われることを、予言をしているの。また関谷清も2023年に、日本は終わると予言しているわね。なるほど。確かに日本がなくなるほどの危機が来るという予言の内容が共通しているな。まあ、第二次世界大戦は勃発すれば間違いなく日本に影響があるのはわかるんだが、他にはどんな状況が訪れるんだ？大規模な食糧危機と地震などの災害よ。そうなのか。なら、まず先に私にとって一番大事な食糧難の予言のことを教えてくれないか？了解よ。では、次は大規模な食糧危機のことを話していきましょうか。しかし、大規模な食糧危機か。一体誰が食いすぎて、そんなことになるんだ？誰かの食べ過ぎた程度で起こる食糧危機なわけないでしょ？それはそうと、大規模な食糧危機の話を始めるわね。江原博之氏曰く、日本に食糧難が来ることを前々から、ずっと、警告し続けているの。だから未来を犠牲にしないために、何事においても、現実をちゃんと見ることが大事であること。食などの身近にあるものも見直していくことが大事になることを述べているの。待て待て、日本は国内で米を作っているだろ。そんな豊かな状態なのに本当に大規模な食糧危機なんて本当に起こるのか？信じられない？ああ、正直、イメージしがたいな。もしかして、第二次世界大戦が関係してくる話か？確かに第二次世界大戦が発生すれば、大規模な食糧難が発生する可能性は高いけど、これはそれとは別の話よ。だとしたら、一体何が原因になるんだ？実は現在、世界的な食糧危機が訪れつつあってね。2019-2020 年の国連の報告書では、中南米カリブ諸国の食糧不安が高まっているようだ、と報告しているの。その報告書によると、数千万人が飢餓や栄養失調に陥っているとのことよ。そして、
これは過去20年でも、最も最悪な危機的事態なのよ。え、中南米カリブ諸国も大変だな。何のんきなことを言ってるんだか。これは日本にも関係ある話なんだからね。ところで、スーパーの商品棚から近々、食材が消えるよって、言われたら信じられる？はわは、それはさすがにないだろ。だってよ、日本国内なら、スーパーやコンビニに行けば、普通に食材が置いてある状態だしよ。ええ、現在の日本国内は確かに、そういった状態だから食料がなくなる。イメージを持てないよね。でも、実はただ見えないだけで、この現状の裏側では、もう食料危機が、は始まっているのよ。なんだと？そこ、もっと詳しく教えてくれ。わかったわ。まず遠い国で食料危機が起こっていると聞いても、日本に関係ないじゃんと大半の人がマリサのように考えるんだけど、それは現在の日本の状態が経済力によって、飽食の状態が、維持されているからなの。でも現実を見ると日本は輸入に頼っている国だから、海外諸国が食料危機になると食料が入りにくくなるため、輸入が難しくなるわ。その結果、価格が高騰するし、その状況がさらに悪化すると、お金があっても農作物などの食材が手に入らないという状態になってしまうのよ。また現在、沖縄のスーパーでは輸入野菜が高騰していて、手軽に買えなくなっているため、生活困窮者が増えているというわ。また、今、日本では新車を買ってもなかなか、納車されないという事態も、起きてしまっているの。つまり、もうすでに金さえあれば食い物を手に入るという時代が終わりつつ、あるってことね。言われてみれば確かに新車が納車されないって話はよく聞くな。あと、霊夢の言う通り、最近、食べ物がやたらと高くなっているぜ。うん、現在、コロナ禍で就農者が増えているようだけど、現在の日本国内の、食料自給率は 37% しかないわ。そして、ただでさえ低い日本の食料自給率も多少、農家が増えた程度じゃ、大きく上昇することはないのよ。そして、特にヤバいのは食料危機が訪れつつあるこの時代に、現代生活が続くと信じていることが意外と多いことなの。なぜかというと、そういった危機感を見ず、備えない人たちが多ければ、そういった状況が来た時に食料を得るために奪い合い、暴動が起きる、可能性があるからなのよ。いや、とんでもない話だな。ええ、ちなみにこの後の災害に関係する話なんだけど、災害が起こっても、大規模な食料危機が訪れる可能性が高いの。ふむふむ、要するにどれかの要因で日本は大規模な食料難になる可能性が高いってことか。そういうことね。だから、この予言をただの都市伝説と軽視する人は、危機感がない人だと言わざる得ないの。それゆえに江原博之氏は備える食料危機の警告と同時に、備える大切さについても述べているの。備えるって、どうやってだよ？日本の食料自給率、かなり低いんだよな。あ、待てよ、もしかして、食料を今のうちに買い占めろって、備えろってことか？ちょっと、それだと買えない人は備えられないでしょ？まあ、言われてみれば確かに、その通りだったぜ。ちなみに、そういった状況に対する対策の話もしていてね。江原博之氏は、食料自給率が低い、この国では、これから自分の食べるものは自分で作るくらいの心意気と実践が必要。と述べているの。例えば、プランターでミニトマトを育てるなど、小さなことから、始めるとかね。つまり、自分や家族が食べるものに関心を向けて、対策することが、急務ってことなのよ。また、種苗法なども自分で調べ、今後のことを自分で考えてほしい旨の、ことも述べているわね。なるほど、確かに考えさせられる話だぜ。なら私も明日からプランターで家庭菜園でも始めるか。ええ、それがいいと思うわ。それでは最後に日本を中心とした災害に関する予言の話をしていくわね。そういえば日本が災害大国だって話を聞いたことがあるな。ええ、日本は島国でありながら火山国でもあるから、昔から地震や噴火が多いのよ。ということは火山噴火を花火の代わりにしてたマヤとか、言える環境が整っているってことだな。命がけでいいなら、どうぞご自由に。命がけなら勘弁だな。それで、災害の予言というのは具体的にどういったものなんだ？それに関してなんだけど、江原博之氏は、2022年に亀裂という、キーワードのことを話しているの。亀裂って、なんか人間関係の破局とか、そういったものしか、イメージできないな。それで、亀裂という言葉には、どういった意味が込められているんだ？うん、江原博之氏曰く、亀裂には良い亀裂と悪い亀裂が、
あるとのことでね。良い亀裂というのは、亀裂から明るい兆しが見えること。要するに亀裂がきっかけで心機一転し、前向きに進めるのことなのだそうよ。ふむ、確かに壁などに亀裂が生じた際、その向こう側に明るい太陽などがあれば、その光は生じた亀裂の隙間から差し込むな。ええ、だから良い亀裂なら問題ないんだけど、実は今回、関係してくるのは、悪い亀裂の方なの。なるほどな。それで悪い亀裂は、どういったものなんだ？悪い亀裂はね、今までくすぶっていたものが亀裂から吹き出すことを、意味するものよ。また、土地の亀裂を意味するものでもあるわ。土地の亀裂だって？それって、まさか地震のことか？ええ、その通り、地震のことよ。ちなみに土地に亀裂が入るような地震となれば、巨大地震の類だと考えるのが妥当でしょうね。巨大地震ねえ。でも、そんなもの本当に起こるのか？だって、どうあがいたところで、予言に過ぎないだろ？絶対に当たるわけじゃないんだからさ。ただの予言と考えるの早計だと思うわよ、マリサ。実は火山学、地球科学の第一人者である京都大学の鎌田名誉教授が、今後日本で20年以内に起こるとされている大きな災害が3つあると、警告しているの。その一つが南海トラフ巨大地震、もう一つは首都直下地震よ。そして、最後の一つは富士山の噴火ね。冗談だろ？全部、激ヤバな災害じゃないか？残念ながら嘘でも冗談でもないのよ。鎌田名誉教授は南海トラフ巨大地震が、2035年から、プラスマイナス5年の間、つまり2030-2040 年の間に必ず起きると、述べているの。そして、もし発生した場合、その被害規模は2011年に起きた東日本大震災の、10倍以上になるそうよ。でも、2030-2040 年だから遥か先の話だよな。もっとも、それはあくまでも去年の話で、現在はもっと切迫しているわ。え、そうなのか？ええ、実は現在、鎌田名誉教授を含む、他の専門家たちが、南海トラフ巨大地震や火山噴火の危機が迫っていると警鐘を鳴らしているの。ちなみに注意するべきエリアは5つあって、1つ目が、千葉県北西部から茨城県南西部、2つ目は山梨県東部、3つ目は1993年に能登半島沖地震が発生した能登半島、4つ目は1965年に松代群発地震が発生した長野県、そして、5つ目が 3.11 の発生した東北地方ね。つまり、どういうことだ？要するに、これらの震源地で地震が何時、発生しても不思議じゃないって、ことなのよ。また、3.11 の4日後に富士山の直下14キロで地震が起こっていて、マグマたまりの天井にひびが入っているそうなの。その結果、次の巨大地震が発生した場合、富士山が噴火する可能性が、高いのよ。ちなみに南海トラフ巨大地震が発生した場合、それに連動して、富士山が噴火する高いと言われているの。そして、もし、南海トラフ地震と富士山噴火が同時に起こるようなことがあったとしたら間違いなく日本の多くの人々が命を落とし、日本が火山灰の影響や地震の被害により、予言通り、滅亡の危機に直面することになるわ。でもよ、そんなのどうしようもないじゃないぜ。ええ、その気持ちわからなくもないわね。ただし、江原博之氏はワルツを、そのまま踊り続けるのではなく、危機感を持ち、備えれば終焉も避けられると言っているわ。つまり、心構えと努力次第で回避できる可能性はあるってことだな。おそらくはね。とはいえ、最終的には自分で情報収集して、正しい情報と正しくない情報を、見極めなければならないわ。でも、一番重要なのは様々な情報を自分で調べて、現状を正確に、把握していくことだと思うの。なるほど。確かに正しい情報じゃないと正しい対処はできないぜ。その通りよ。特にテレビ等のメディア情報は嘘が含まれていることが多いから、鵜呑みにするのは危険だと思うわ。まあ、災害は何時起こってもおかしくないから、備えることが必須だな。あと、こういった情報は自分自身で調べないと得られないことが多いから、自分自身で意識して、情報収集していかないと自分の身を守ることが難しくなるわ。ああ、わかってるよ。今回、学んだことは今後、しっかりと活かしていくぜ。それでは、今日はここまで。また次回の動画で会おうね。